ハル、それなら。てめえのせいでマルコは死んだ。ハル、店の中で暴れんなっつってんだろ。だってみっちゃん、そいつが。マルコの死は他の誰でもねえ、お前の腕のせいだ。それよりほら、お客さん。ああ。こんなところで何を、何を。よう夏目、今お前らの話をしてた。こちら委員長、友達いなくていつもここで飯食ってんだと。わかります。ミッキー、ハル君ってバチで喧嘩なんかしてますよ。夏目さん、トイレ混んでた。そういう場合じゃないですって、早く止めなきゃ。そんなんじゃミッティには一生通じませんよ。うるせんだよ。痛い痛い。バクバクバク。それを有無を言わさず定額処分にしちゃったもんだから、相当不信感持たれちゃったみたいで。それで不登校ってのも寝覚め悪いじゃない。説得してよね、水谷さん。嫌です。なんでこんなに困ってるのに。じゃあ私に行けって言うの。ブリザード、冗談じゃない。あんなので、どうだった。は、しらばっくれんな。てめえが今日学校行ったことは分かってんだよ。それが何。楽しかったかよ、学校。次の日、吉田くんは本当に学校に来ました。静子、足がすくんで動けねえ。なんでこんなとこいるのよ。静子、助けてくれ。追いはぎだ、こいつらいきなり金出せって。雨の中うろうろしてたから、かわいそうじゃねえか。もちそれよりこいつ買ってくんね。唐揚げにしてもいいならもらう。水谷さん。彼もそう言ってることなんで、受かってよ、追試。ミッキー、追試明日なんですけど、間に合いますかね。え、乗りかかった船。ネットの私が本当の私です。ネットでの私はいつも友達に囲まれて、周りから頼られて、ちょっとクセっ気なのが悩みの普通の女の子なんです。それは偽りの姿というのでは。ほっといてください。小中学校の時、鶏小屋ってあったぜ。確かうちの中学にもありました。そうだっけ。気にしたことなかったけど。というわけで先生、掛け合ってみてよ。いやよ、あんたらあの親父がどんだけ嫌なやつか知らない。通った。やったー、やったー。なんて。よう夏目。だからバットはこう持って。ごめん、弟が目覚まし壊しちゃって。ダサい。ダメです。なんてだよ、かっけえじゃねえかよ。国家予算が足りません。ローン組め、住宅ローン。ダメです、鶏は定食についてません。ただいま。あ、吉田です。お邪魔します。はじめまして、おっさん。あの、しずくさん、こちらは。今夜は帰りたくないんだって。何そのセリフ。中谷、ご飯は食べた。立派なお宅で。はい、いや、何の変哲もない建て売りで。勉強教えて。知るか。恐ろしいですね、前と大して変わらないのに。
一度ブレイクすると何を言っても受け入れてもらえるという。面白くない。寂しさをベッドで紛らわす女。何言ってるの夏目さん。だってそうじゃないですか。ちょっとミッティ、全然ボール触れてませんよ。そんなこと言われても。夏目さんって案外体育会系だったんだ。魚は上流から来る餌を狙うから上から流すように。なるほど。ん？泳いでたから捕まえた。野生児か。名古屋だ。卵産んだ。なあほな、誰かのいたずらなんじゃ。しかもゆで卵。お前いつもここで飯食ってんのか。お前友達いないのか。委員長なのにいないのか。暗そうだからか。さあどうだろう。違う。水谷さんが言ってるのはそういうことじゃないでしょ。特別に思ってなかったら苦しくなるわけないでしょ。なんで不安だって言ってるのかわからないの。だからそれでも金玉ついてんのか。恋話しましょう。そんなに引かないで。ほら、昨日のデートのこととかそういう話をしてくれればいいんです。特に何も。そんなはずないでしょ。嬉しかったこと悲しかったことあるでしょ。いや本当に何も。っていうか夏目さん、試験勉強したら。うんだ、ミッキーのボンクバッバン。私に興味がないからぶりっ子とか男好きとかバカみたいなこと言わない。ハル君は甘ったれてます。振られてダメなら食らいつけですよ。この負けじろー。なんなんだあの女。だって雫、俺が好きになったら付き合うって言った。いつの話だ。いいじゃねえか、それで万事解決。私の意見は無視か。じゃあどうすりゃいいんだよ。あんた今一緒にいられればそれでって。アホかお前、そんな男いるか。何言ってんだあんた。俺ら好きでもない男の人に触られるほどおぞましいものってないんですよね。あ、そういうものか。難しいな。ところで何作ってるんですか。バリケードだ。人がいっぱい来るらしいからな。タイトルは水谷しずくだ。怒られますよ。ところであれは。バリケードだ。タイトルは水谷しずくだ。水谷さん怒るんじゃ。やったか。何の話をしてるんですか。何の。冗談すぐ振られたし。まったく、もうそんな話ばっかりするなら私帰ります。おお、悪い冗談だってば。で吉田は。本当に帰りますよ。大島さん、いろいろ気にしすぎだってなあ店長。ああ基本ね、ほっとけばいいんだよ。特に春はね。春、あれみたい。例のあれな。ね、害が出そうな時だけ。手やればわかるから。無理です。はい。ああ、夏目さん。年の瀬にごめんなさい。録画予約の仕方ってわかるかな。弟に年末特番の録画を頼まれたんだけど。説明書がどこかに行ってしまって。夏目さん聞いてる？なんでてめえは喧嘩弱いくせしてその態度がでかいんだ。勝手に喧嘩始めんのはお前らだろ。俺は痛いのは嫌だ。おいやガキども、おーやってきたー。ハル。お前らまた喧嘩してんのか。喧嘩はやめとけな。いってえなバカ、なんで俺蹴んだよ。めいちゃん、ガキってこの丸いのか。そう、それ。ハル、屋上ダイブは禁止な。おう、任しとけ。あれは封印した。
なんだそれ。おお、出てきた。あそこから出てきた時が初日の出ってことでいいんじゃない？つうか地平線そもそも見えないし。なんだろう、この妥協したようなすっきりしない気分。しずく、細かいことにこだわんな。あれが俺たちの初日の出だ。